き火飯食べ、天気がいいのでちょっとお出かけしてみようのつもりが一日がかりのドライブになった話です。当初の目的地はここだったんです。佐藤水産、ここで鮭のアラなんかとかソフトクリームを食べて帰ろうかななんて気持ちで午前中に出かけましたよ。はい、これお目当てのやつ、銀だら。銀だらって今高くて買えないよねの中落ちがなんとこんなに入って200円。焼いて食べます。はい、名物の塩ソフト、塩味がほんのり効いた濃厚なバニラでとても美味しかったです。久しぶりに天気が良かったから国道231号線を留萌方面に向けてこのままドライブすることにしました。とりあえず目指すところは増毛町の国丸っていう日本最北端の酒蔵を目指して走って行ってみたいと思います。こういうね、海岸線だとか山道なんか走ってるとよく自転車の人いるでしょ。これってどこまで行くんだろうなってちょっと気になっちゃうよね。お家帰れるのかな、ここら辺に住んでんのかな頑張って。焚き火飯旅到着しました。国丸酒造、割と古い頃からあるのかな調べてみます。はい、出ました。創業が明治15年、なんと138年前からこの地でお酒を作り続けている国丸酒造、大変歴史のあるところでした。こちらは、入り口ですね。入っていってみましょう。ちょうどもうこの風鈴が素敵な音色を奏でてくれました。たわし違う中は売店コーナーが入るとまずね、うわーってやって、これがなんかリンゴの美味しいやつ。国丸なんつって、ね、書いてます ね、 これね。いろんな国丸、お酒を使ったものだとか酒粕を使ったもので、ね、いろんなものがありました。はい、こちら手ぬぐい、国丸グッズたち、 T シャツね、いろんなのがありましたよ。 Wi-Fi 優しい銀杖あられ、これはなんかお酒がちょっと入ってるかな。売店コーナーを過ぎると奥の方には作業場みたいなところがあります。ちょっと奥まで行ってみましょう。当時のね、これきっとそのままだったり補修したりしたりとかいろいろねやってるんでしょうね。これね、よく知らないですけど、歴史がある感じ、気持ちいいですね。はい、羽釜、羽根のある釜なので羽釜。この地、マシケって言います。ツルツル、フサフサ、ちょっとふざけてますね。これが国丸酒造のラインナップです。この中から試飲もできるのですが、運転するので飲めません。
ここは当時からの歴史的なところのお部屋です。いろんなものがね、楽しいよね、こういうコーナーね。あの、なんて言ったら、陶器のとっくり、ね、これ素敵だよね、なんかね、時代劇みたいな感じで、限定品の北自慢っていうのをお土産と自分分で1本ずつ買いました。はい、おやつシリーズ、うまみホッキ、これ最高、星4つで、冷やして飲む、酒麹甘酒国産レモン入り、これがどんな形で受け入れられるか、子供たちに受け入れられるのかられないのかじゃあちょっとまずやってみたいと思います。跳ねたね、これね、ちょっとね。はい、じゃあストローを刺してよ、これいい匂い、大丈夫。はい、ママ、はい、苦手、うわーって言っちゃったな今ねはい、お姉ちゃん、あ、お姉ちゃん大丈夫。はい、ちっちゃいちゃん、いい顔。私が飲んだ感じはとても美味しかったです。これね、所管別岳の伏流水だそうで、このお水があるから国丸思想ここにできたんでしょうね。はい、鈴木かまぼこ店、隣にあるかまぼこ店、いっぱい人が並んでたので一緒に並んでみました1枚で308円、注文を入ってから裏で揚げてくれて、で数分後に取りに行くとできてる感じ。普通でした美味しかったよ、普通でした。焚き火飯旅、池町まで来たっていうことで、もうちょっと先の道の駅で今日もスタンプをもらって帰りたいと思います。でね、これが着いてから分かったんですけれども、道の駅イルモイ、訪れた日7月11日がオープン初日だったということで、駐車場がね、もう満勤に混んでました。もう多分駐車じゃないところにも歩道の上に案内されて止めに行く感じたまたま本当ね、Google 検索で近くの道の駅なんて言ったら、こちらが近くの道の駅ですなんて言って紹介されたのが道の駅ルモイ。当然スタンプ台帳にはスタンプのコーナーがなかったので、予備ページに押して帰りました。はい、これ今日でした。これ美味しいやつ、ホッケの燻製、これねベタベタになるけどすごい美味しかった。カズノコがね、ルモイね有名なんです。カズノコのジェラートはねえなと思って、ただこれ見てください、近くのスーパーで飲み物買ったらカズノコがお寿司のセットにこんなに入ってる、さすがルモイ。焚き火飯旅、もうこの日はね30度超えのすごい天気だったんで、近くの海岸に寄ってちょっとだけ水遊びをしていこう、そんな感じになったので、いいところを見つけたのでちょっと泊まって遊んできました。そんな遠くから走ってこなくていいよねそして素通りこれがねすごい気持ちよかった。これね見て、これザーなんつってきたら、ちょっと入るとなんとね、これ見て、魚がいっぱい、何の魚かな、鮭かな、マグロかな、なんつってちっちゃいちゃんが言ってたけど多分違います、ね、綺麗な海っていうのはちょっと心が洗われちゃいますよね、なんつってね、これね、見てこれ綺麗だね、これやだね、ピャーつってね。はい、ずいぶん寄り道しましたけど、今日も最後に帰り道に一つ寄れる道の駅があったので寄ってみました。初めてかな、ここ初めて来た町です。
チップ別町、ね、金の鳴る町なんつって金が鳴るんだねきっとね、これ時間になるとね。でここの道の駅なの特徴としてお風呂がついてます。でね、初めて分かった、チップ別町はブロッコリーの名産地らしくて、出ましたこれ、ブロッコリーのソフトクリーム、まったりしていてブロッコリーのペーストが入ってるんだっていうことなんですけど、意外と美味しかった。これ星4つです。こんな感じ。というわけで今日もブラブラしてきましたよ。ということで次回の旅お楽しみ、飯旅。